ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。右に切れてファウル。ツーボールツーストライクです。見逃して三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナー一塁はそのままです。ストレート打った、セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対1、カープが1点差を守っています。8回の裏、カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。松山マウンド上に上がっています。8回の裏、カープ代打が告げられました。バッターはうぐさ。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。アウトコース、ストレートが決まっています。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。リプレイでご覧いただきましょう。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取る。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。盗塁を見事決めました。いやー、これはよく走りましたよね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。これでサードまでランナーが進みました。さあそして打席には堂林が入ります。さあチャンスが続きます。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを出せないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここは大きいのを打たれないように注意したいですね。そうですね。3球目は何で来るか。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。追加点、3対1、ルーキーに援護点をプレゼント。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと点を取ってきました。打順はトップに帰って秋山。カープこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。
さあ2球目は何か。インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、右中間へのヒット、これで3安打猛打賞。初球から際どいコースをついてきます。外のボール打っていった、高い打球になった、キャッチャーが構えます、取ってアウト、ワンアウト満塁と変わります。つなげなかったですね。初球入れてきましたね。そうですね。まあ今のはよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。これが3球目。この場面低め中心は分かるんですが、高めも見せないと抑えられないと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。これでスクイズの可能性は薄くなりましたね。はい、そうですよね。さあ5球目は何か。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ、ホームへ、本塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。しかしこの回カープ1点を追加しています。8回終わって3対1、カープのリード広がっています。さあ最終回、マツダスタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神栗林、声援を背負っての登板となります。インサイド変化球決まっています。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。見逃し三振、ワンアウトです。打順は8番木下、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。さあ守護神栗林、ドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。里崎さん、どうでしょうピッチャーの状態は。調子は悪くなさそうなんで、しっかり締めて終わりたいですね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。打ちました、取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の福永、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。初球打ち、打球はライトへ、外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。
ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。